どうも、ビーコレです。昨日はこのイトゥのちょっとカジュアルすぎるコーディネートを、ボトムだけ変えた状態で、終わっていましたので、今日は小物を変えてもうちょっとこのコーディネートを良くしていきたいと思います。はい、じゃあ今日小物を変えるということで、まずイトゥに聞きたいです。どこの小物を変えたいですか？変えたらいいと思います？おしゃれは足元からでしょう。もうそれ知ってますね。じゃあイトゥがそのね、靴変えたいということであれば、ちょっとまず自分で選んでください。ウィス、お願いします。はい、昨日なんかやたらとモノトーンって言ってたんで、モノトーンのスニーカーに変えてきました。これどうですか？OK？ マイチ、どうな？色味は、まあ、問題ないとか落ち着いた感じになるんですけど、スニーカー、スニーカーもちょっとカジュアルなアイテムなので、やっぱりまだちょっとね、その大人っぽくなりきれてないですね。出た、カジュアル。カジュアルってなんかどれが、どれがカジュアルなの？この俺の今のコーディネートだったら。そうですね、まあパッと見、まあ3つ4つありますよ。っていうか多分パンツ以外全部カジュアルですよ。まあほぼ全部新カジュアル、じゃあ靴はせめてもうちょっときれいめなものがいいってことやね。そうですね。 OK、 じゃあちょっともう1回選んでいきます。お願いします。着替えてきました。パーカーの茶色に合わせて茶色のドレスシューズにしてきました。これだと綺麗め要素も入ってるし、いいんじゃない？正解です。正解、正解です。そうですね、やっぱりね、ちょっと足元からっていうことで、こういった革靴を、ね、使うとぐっと綺麗めに寄せることができます。じゃあ今日は、これでコーディネート決まったし、収録 OK、OK です。もうこれで終わりですね。はい、分かりますか？ OK ではありません。 OK ではありません。皆さんこれ忘れてないですよね？ムラッチのなんか謎の写真集入ってたやつだよね。写真集じゃない。写真集じゃないよ。リュックもカジュアルなアイテムなので、今日はこれもちょっと変えてみてほしいと思います。これじゃあ何に変えましょう？まあ手っ取り早いのはクラッチバッグかなと思って、これ結構大人っぽいカバンかなと思って、選んできたんだけど、これどう？いいんじゃない？正解出た。正解。これだと毎日あのカジュアルな要素っていうのはもうこのパーカーとスタジャンぐらいで、はい、あとは全部きれいめ要素。そうですね、全体のバランスから見てもきれいめ感とカジュアルのバランスがちょうどいい状態に今なったと思います。色合わせはどう？色合わせ、今モノトーンと何ですか、毎日？モノトーンプラスブラウンの2色使いのコーディネートに仕上がってます。昨日から比べると色使いもアイテム使いもだいぶ変わりましたね。まあ、かっこいいコーディネートになった。そうですね。まあこれでいいか、毎日も。今日は小物編ですか？じゃあこんな感じで OK だと思います。俺か。はい、では、だいぶコーディネート変わったんですけど、明日はもうちょっとインナーの着回しを教えてください。ということで、明日はね、このイトゥのスタジオの中のインナーを変えていきますんで、そちらもぜひお楽しみにお待ちください。ご視聴ありがとうございました。じゃあこれで解散、OK、今日の収録終わり。そうですね、終わりです。え、誰がごめん。自分が言い出したんじゃないかよ。